はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ちょっと今更感もあるんですけれども、僕カズマックスの自己紹介を改めてさせていただきたいと思います。はい、本当に今更なんですけどね。まあ理由といたしましては、このチャンネル登録者がねちょうど5万人を突破したのと、あとそれに合わせてというか、まあ僕自身がね、仕事会社を辞めまして、まあ YouTuber カズマックスとして独立をいたしまして、で故郷のこの YouTube を始めた、でコーヒーを好きになった、山梨にね、ふるさとに帰ってきまして、まあここでやっていくぞというところで、まあ心機一転ね、改めて僕が何者か、まあそもそもカズマックスってお前誰だよっていう話をね、身の上話かな、もうさせていただきたいと思います。まあ、ただね、毎週やってる僕の生放送に参加してる方はよくご存知だと思うんですけれども、僕は話が長いんですよ。僕の本当に悪いところで、ひたすらねもう喋り続けることができてしまうというかね、してしまうので、ちょっとこれはちゃんとトピックスにしてね、いくつかの項目に分けてちゃんと喋っていきたいと思っております。下手したらね8時間の自己紹介とか平気でできるから。そんなん聞きたくないでしょ。とりあえずまとめてあるんで、はい、これについて喋りたいと思います。まずですね、まあコーヒーを始めたきっかけ、まあ、まずこれですね。僕が、いかにしてコーヒーを好きになったのか、はい、で、まあ、YouTube を始める前の話なんですけれども、僕ですね、まあ、そもそも子供の頃からあまり、まあ、趣味というものがない人間だったんですよね。まあ、絵を好きだったりとか、ちょっと読書にハマった時期があったりとか、まあ、そういうくらいのことはあったんですけれども、まあ、これだっていう、まあ、これが好きだ、でこれは俺のこの将来の仕事にしたいんだっていう、こう将来の夢的なものもないタイプの人間だったんですよ。でそれがね、正直子供の頃はすごくコンプレックスで、僕には何もないと、どうしたらいいんだろう、大人になって何になるのかなって全然分かってない人間だったんですよね。で、まあ、そんな中でずっと育ちまして、一時期家庭環境がちょっとね、まあ、ちょっといろいろあって、ごちゃごちゃしたことがあって、まあ、かなり心がすさんだ時期があったんですね。で、そんな時に、ちょうどバイトしてたんだよね、高校時代。3つ目のバイト先だったの。1個目が、弁当屋さん、2個目がカラオケ屋さん、で、3つ目で喫茶店に入ったんですよ。これが、まあ、チェーンの喫茶店で、まあ、コーヒーをお店で出すんだけど、提供だけというか、まあ、温めるだけというか、まあ、ドリップとか、まあ、抽出に関してのことは全く全然知らなくて、そういうタイプの店にいたんですけれども、豆はね、とりあえず売ってたんですよ、その店頭で。だけど、まあ、とある時、お客さん、確かね、おじさんだったと思うんだけど、この豆を、まあ、買いたいんでしょうね、持ってきてくれて、レジで僕に、この豆は入れるとどんな味がするんだっていうね、質問をしてくれたんですよ。だけど、まあ、当時の僕は全然ね、まあ、当時コーヒーも飲めなかったですから、知らないし飲めないという、まあ、本当に知識ゼロの状態でしたから、全くわからないということで、これ困ったなということで、まあ、周りの、ね、人に聞いたりだとか、店長と呼んだりとかいろいろやったんですけど、結局ね答えられなかったんですよ。誰一人コーヒーを知らなかったんですよ。まあ、そういうことってあるじゃないですか、チェーン店とかって。でまあそういうことがありまして、お客さんはすごくね、なんかこう、なんか消化不良な感じでね、帰ってしまったんですよ。一応買ってたんだけどね。だけどそれがすごくなんか後ろ姿見送ってたのがすごくなんか申し訳なくて、すいませんって言ったんだけど、ちょっとね、すごくなんかこう心の中にしこりとして残ったんですよ。で、当時僕、コーヒーに対するね、ちょっとまあ憧れみたいなのもありまして、要は喫茶店に入ったわけだから、まあ、コーヒーあるよね。でモーニング食べに来たスーツ着たかっこいいのおじさまたちが経済新聞とか読んでるんですよ。でかっこいいなとか思いながら見てたんだよね。で俺もあれはやりたいと、やってみたいということで、まあ、ちょっとコーヒー飲んでみたんだけど、まあ、当時そんなハマれなかったんですよ。まあ、その時飲んだコーヒーがね、まあ、いいか悪いか別として、まあシンプルに、まあ僕が当時好きになれるコーヒーじゃなかったんですよ。ということで、まあ不純な動機で、まあかっこいいからという理由で、始めようとしたコーヒー、まあ不純、まあ別にいいと思うけどね。を諦めて、じゃあ何かやりたいなと思った時に、義理のお母さん、京子姉ちゃんって僕が呼んでいる、義理のお母さんがいるんだけど、が、当時フレーバードティーをよく飲んでたんですよ。でそれを見て、あ、お茶ならいけるんじゃねっていう、 またこれもね不純な動機というかね感じで、お茶ちょっと教えてっていうことで、まあ、軽く教えてもらったり、自分で、近所の紅茶さんに買いに行ったりとかしていろいろやってみたんですよ。でそしたら動機は本当にそれだったんだけど、実際自分で入れて飲んでみたら本当に美味しかったんですよ。お、これはうまいぞと、紅茶よくねって、あ、
これはいけると結構当時ねハマったんですよ。実はコーヒーの前に紅茶にハマってたんですね。でその紅茶をしばらく飲んでいた時期に、そのお客さんとのことがありこうわだかまりというかなんかねもやもやしたものがあり、でその中でまた紅茶がなくなったんで紅茶屋さんに買いに行きました。で、まあこれとこれとかマッサムとかね、ダージリンとかいろいろ選んで袋ぶら下げで帰るところで、見つけてしまったんですよコーヒー屋さんをあのね、まあ、そこもチェーン店なんだけど、お姉さんが店頭に立って紙コップにねコーヒーとあとミルクと砂糖がいっぱい入ったこう甘いの誰でもこう飲めそうな感じのカフェオレみたいなやつをあの配ってるじゃないですか。あれをね、くれたんですよ。でふっと受け取ってしまって受け取ってしまってというか飲んだんですね。そしたらですね美味しかったんですよ。でもそもそもそのお店に近づいたっていうのも受け取りに行ったっていうのも、まあ、ちょっとそのねあのお客さんのことがあったからちょっと見てみようかなってフラッと、まあ、ちょっとのつもりで行ったんですよ。でそしたらお姉さんがくれて飲んでみてあ美味しかったからさらにちょっとそこで気持ちが高まってこれだったら俺もできるかもしれないということで、その場でねドリップバッグっていう、カップに引っ掛けるタイプのもうフィルターですよ。もう使い捨てのやつ、粉を入れてお湯を注げばできますってやつを、買ったんですね。お姉さんに教えてもらいながらあのこれ入れたいんですけどって言って、コーヒー と,、フィルターと用意してよしこれでちょっとうちでやってみようってちょっとドキドキしながらで、ね、初めての自分で入れるコーヒーじゃんということでウキウキしながら帰ったんですよ。で帰って、カップに、まあね、フィルターをかけて、粉入れて、ポットからねほんとジュージュージューって出すやつですよドリップポットなんて上等なもんじゃないですよ。本当にあれでジョージョージョーってやってよしできた、あーなんかすげえいい香りする、いいコーヒーが出来上がったんだと、これだったら飲めるなと思って、フィルター外していざ飲もうとしたらあのミルクと砂糖忘れたんですねこれ参ったぞと、うちにないし何にも、もうよく探せばねあのキッチンとかになんかこう上白糖くらいはあったかもしれないけど、まあちょっとね当時その砂糖の違いとかも分かんないし、そもそもね本当に見つけられなくてこれは参ったぞと、でも用意しちゃったからもう飲むしかないと、まあいい香りはしてるしまあいけるかもしれんと思ってほっと飲んでみたんですよ。それがね美味しかったのよ、飲めたのよ、なんだか知らないけどほっ、人生でこんな感動あったかってくらいね、あのダーって稲妻が落ちたんですよ。バーッと、あの本当にあの正直言うとその豆は粉で買ったものだったし、まあ粉で買うとね、まあ、やっぱり普段僕が言ってる通り、店によってはちょっとタイミングが悪くてちょっと古い豆だったり粉だったりとかね鮮度が悪かったりしたすることもあると思うんですよ。だから基本的に僕はあのコーヒーは豆で買ってきて、粉にひきましょう、ひきたてで飲みましょうって言ってるんですけど、まあその時に関してはそれだったんですよ。でもう判断つかないです。その当時、本当にその豆が新しかったのかたまたまそれとも古かったのかもう判断つかないけど、とりあえず、衝撃を受けたんですよ。おっと、なんかこう自分の中のコーヒーっていうものの認識が変わる。でそれでもうこれ粉でこんなにうまいんだったら引き立てってよく聞くけどそれで入れたらどうなるんだろうってちょっと思ったんですよ。で他にもいろいろ豆ってあるって聞くし、ちょっと本当にこのライトに買ってしまった、あの1000円もしなかったんですよセットでこれだったらもっと上があるんじゃないかって、もうそのままの勢いでね駆け出したんですよ僕はもうその飲んだ時点でねこう興奮しちゃって家の中駆け回ったんだけど、一人でうち誰もいなかったからペットの犬とか猫とかなんかねなんかどうしたどうしたみたいな感じで見てきたんだけどうわこれやべえって走り回って勢いのまま自転車に乗って近くのコーヒー問屋さんっていうねあのコーヒーの専門店に行ったんですよ。でそこで僕はその店員さんにいろいろ聞きながら、もう何もわかんないからさ、とりあえず教えてくださいって言って、豆はいろいろあって、で焙煎度がこうでとか、焙煎度深くなると苦くなってとか、で浅くと酸っぱくてとか、まあ、大体傾向だけどねとか、あと初心者がどうやって始めたらいいですかって、ドリップポットとか、ドリッパーとかフィルターとか、何から揃えたらいいですかっていう時にちょうど
5000円くらいでね、コーヒー始めますセットみたいなのが売ってたんですよ。まあいつもあるかわかんないけど、その時はたまたまあったんですね。で、なけなしのね、バイト代ですよ5000円くらいだったかな、出してそれを買いまして、初めてのコーヒーセットですよ。自転車のカゴに突っ込んでね、こんなでっかいのもう本当にウキウキでね、帰ったんですよ。豆もその場で焼いてもらってさ、本当に焼きたてので、豆でで、ミルを買って、これでもうどうなるんだって、もう楽しみにうちに帰って、で、僕はコーヒーを入れました。はい、初めてね、ミルを持って、いや、ただそのミルがこれですよ。本当にこれ、あの当時のやつ、初めて買ったミルがこれなんですよ。ハリオのセラミックスリムってやつを初めてゴリ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 と、あー、俺豆ひいてる、コーヒーやってるって、まあすごい嬉しかったんだよね。でその時はもうね、あのコーヒーの憧れとかそういうのなかった。本当にな、紅茶やったのと同じように、あ、これ美味しいじゃんって、これすげえじゃん、もっと感動したいっていう、本当にすごいピュアだったのよ切り替わったのよ、自分が。でその勢いのまま、もう本当に楽しんで弾いてね、まあ当時分かんないですよ、調節の仕方とかね、あの適切な粗さとか抽出時間とか全然知らないから、とりあえず見よう見まねでさやって、はあ、ドームがこれがコーヒーのドームかっていうのができていったり、いい香りがしてきたりね、キッチンに、うわこれはやべえと、もうね本当に感動した。でその入れたコーヒーをもう一回また飲んで、また落ちたよ雷が日に2回雷受けてしまったのよ。比喩じゃなくて本当にそんくらい衝撃だったんですよね。でもうこれは間違いない、もうこれは完全に俺の趣味だと、もうこれからもう絶対これは、あのこんなに感動なかったわけだから、今までの人生で絶対にこの後の人生もずっとやっていくだろうと、俺の生涯の趣味だろうっていうね、もうそのくらいの確信するくらいの感動だったんですよ。でそこから僕のコーヒー生活が始まります。はい、少ないバイト代をね、うちに生活費とかも入れたんですよ。で食費も自分で賄ったりとかねしてたんですけど、まあ、その本当に切り詰めてひたすらコーヒーの器具を買い漁ったわけですよ豆もね、常に4種類くらいかな、冷蔵庫にねストックしておいて、カズマこれちょっと邪魔だよとか言われながらねあ、ごめんちょっと寄せるって、でもね置かせてくれたんですよ、本当にありがたい。でそれをね、毎日毎晩、あの毎朝毎晩かな、ゴリゴリ引いて、両子姉ちゃん、義理のお母さんはあのコーヒーあんまり飲めなかったから、父親とね、父上と一緒に、飲んでたんですよ。僕はそもそもコーヒーの定義とかもう分かってなかったから、どれが濃いとか薄いとか、酸味があるとかね、基準がなかったんですよ。コーヒーってこういうものって大体のぼんやりすらもなかったから、それをちょっと教えてほしいなと思って、で父親コーヒー好きだから、あの一緒に飲んでもらってたんですね。で今日のは薄いな濃いなとかいろいろ判断してもらいながら、一緒に毎晩ねコーヒー楽しんで、朝は自分一人で飲んで、あの朝バイトしてたんだけど、ひたすらねもうコーヒー入れたいって言って早起きして朝ごはん食べてね、トーストかじりながらね、卵焼きながらドリップしたりとかねしてねやってました。でそっからがあの特に大事なんだけど、僕がこのコーヒーをやる上で知識ってどこから得たかっていうと、とりあえず本ですよね。本屋さん行ってコーヒーのなんか滑ってみたいな本とかいろいろ買い漁ったりだとか、まあ、紅茶もいろいろ買ってたんだけど、喫茶手帳とかやってたんだけど、やっぱり本だとちょっと限界があったりとか、あの本それぞれで言ってることが違ったりとか、あとはやっぱ図解とかがあってるんだけど、やっぱ写真だから分かんないんだよね、動いてくれないとだからちょっとリアルさが欲しいなと思って、あの特に当時僕 YouTube、ヒカキンさんとかジェット大輔さんとか本当に初期の頃ね、ハマってたから、動画がないかと思って調べたわけですよ。そしたらね、あの YouTube なかったんだよ、全然動画が。あれと、まあ、厳密に言えばもしかしたらちょっとはあったかもしれないけど、全然当時、個人で配信するなんてことがあんまりこうメジャーじゃない時期だから、分かりづらいというか、あの全然こう読み取れないというか、映ってないそもそもみたいな、あんまり参考になる動画がなかったんですね。あったとしてもこう1、2本とか、ちょっとこれはまずいなと。分からんぞということで、まあ、とりあえずまあ本を見ながらとか独学でとか無理やりやってたんですよ。だけど、まあ、そんな時あ思ったわけですよ。
もしかして僕と同じような状況に陥った人、今後あの YouTube に動画が上がっていたら参考にできるんじゃねえかって。僕はできなかったけど、今僕がやってるこのね、とりあえずやっつけでやってるコーヒーでも一応はコーヒーになってるわけだから、コーヒーを入れるっていう豆を引いてドリップをして飲むという一連の流れを動画にパッケージングしてしまえば、とりあえず今後僕と同じように困った人の助けになるんじゃないかと思ったんですね。まあもうあげてしまおうと。であとはシンプルに僕のこのね、今めちゃめちゃハマってるコーヒーが好きだというこの熱が、YouTube になかったというかね、コーヒーっていうものの素晴らしさがあんまりこう認知されていない状況っていうのが YouTube にあったわけですよ。それがありありと分かったから、これもったいないなと思ったんですよね。で、じゃあもう僕がコーヒー楽しんでいるところを、入れてるところをもう出してやろうということで、まず1本目の動画を出しました。これがカズマックスの始まりです。長かったなコーヒーと YouTube のきっかけでどんだけ喋るなって話なんだけど、はい、そんな感じでございました。で、当時僕別に YouTuber になるつもりはなくて、別にトーク力とかも全くなかったっていうか、もう本当にむしろコミュ障なんじゃねえかってぐらい喋らなかったんですよ。まあ、子供の頃から僕何度か引っ越しとかを経験してまして、まあ、友達はたくさん作ってきたし、行く先行く先でいろんなね、いい本当に友達に会って、温かい人たちに出会って、ぼっちとかではなかったんですけど、とりあえずまあ物静かな子にはなってたのかな。あんまり自己主張しないって、まあ、ジーヤバイにもよく言われてましたよ。まあ、だからこそね、YouTube 始めた時は本当に目が手になってましたけどねお前こんな喋れたんかみたいなマジでそこびっくりしましたけど、そんなタイプの子供だったんですよ。だけど、最初の動画を上げたその1年後くらいかな、もうその人は YouTube 辞めちゃったんだけど、とあるね、まあ、YouTuber さん、コーヒーの YouTuber さんが僕ともう一人いたんですよ。その人がちょっと会わないって誘ってくれて、会ったんですね、山梨で。でカフェ巡りとかして、あ、ちょっと楽しいねカフェ巡りって。で、同年代であんまりこうコーヒー好きもいないしさとか、で YouTube 動画ないしさとか、いろいろ喋ってたんですよ。でその中で、まあ、その人が当時結構精力的に動画上げてらっしゃって、あ、ちょっといいなって思ったんですよね。あ、同年代でコーヒーが好き でこんなにこうコーヒーを世間に発信したがってるって、その熱が良かったというか、まあ、感銘を受けたんですよ。俺もやりたいということで、やりました。僕もう本格的にやろうと。確かね、僕が1本目を上げてからしばらく経ってからその人が始めて、でその人がちょっと続けて、で僕がまあさらにまた出してって感じだったんですよね。でガンガンやるようになり、とはいえまあかなりニッチなジャンルですから、再生数も伸びないし、チャンネル登録者数も伸びないし、ようやく再生回数1回回ったかと思ったら自分だったみたいな、そんなことが本当にあったんですよ。もう YouTuber になろうなんて夢にも思ってないし、とりあえずまあできることやろうと、しょぼい中古のカメラ準備したりね、あ、最初は iPhone 4でしたよとかで撮ったりとかで、つたないながら喋ったりとかね、ドキドキしながら、で一人のこの部屋でさ、何してんだ俺みたいな最初は葛藤があったんですよ、やっぱりね。YouTuber みんなそうだと思うんですけど、誰もいないガラーンとしたペットの猫がこっち見てるみたいな部屋でさひたすらコーヒーについて語ってる自分何なんだろうみたいなこともあったんですよ。だけどやっぱり僕はコーヒーのことを発信したいなと思ったし、知ってほしいな、この楽しいっていう気持ちをみんなと共有したい、でこのコーヒーっていうものを知ってほしい、本当にもうグワって熱が来たんですね。その人に出会うまでずっとこう渦巻いていたもので出し方が分かったんですよ、要は。で、そんなことがあり、清水一馬くんは本名清水一馬くんは、カズマックスになったわけです。はい、当時高校な何年生だったかな、17歳の春にコーヒーが好きになって、その次の年くらいだったから、まあまあまあ18とか19とかその辺ですよ。で動画投稿をがっつりし始めまして、2年とかそのくらいは鳴かず飛ばずだったんじゃないかな。いや、もうそもそもまあ別に収益得ようとかも思ってなかったし、ただ単に本当にコーヒーの情報をYouTube 上にアップして、知らない人に知ってほしい、コーヒーの素晴らしさ、楽しさを、美味しさを、ね、僕が楽しんでいるね感じを見てやってみたいと思ってほしいっていうことであげてたんですよ。で、まあその2年くらいだったかな、アンソニーさんっていうね、前にコラボもした YouTuber さん、オーディオ系の YouTuber さんなんだけど、おしゃれなおじさんですよが僕を動画の中で紹介してくれたんですよね。
質問コーナーか何かで、カズマックスくんっていう、ちょっとね 最近出てきた YouTuber さんがいて、この子は伸びるんじゃないかなとか、でコーヒーが好きで僕もみたいな話をしてたんですよ。でそのアンソニーさん経由でちょこちょこ人が来てくれるようになって、少し伸び始めたんですね。とは言ってもまだ数百人ですよ。で、まあ、ちょこ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 やってて、まあ、それでも収益とかは発生せずに、もう本当趣味の範囲でやってたんですね。まあ、でも学校行ってアルバイトして YouTube ですから、本当にかなりきつい生活はしてまして、当時睡眠時間2時間とかだったかな、まあなかったかもしれん、うん、本当にあの授業中に落ちるみたいなことも結構ありましたあ、清水はまた寝てるぞ、清水何やってんだ日中みたいな、そんなことを言われながらねそれまでかなり真面目くんでやってきたんで、突然清水がどうしたみたいな感じだったんですよ。あ、グレたのかみたいな、そんなね雰囲気だったんですよ。で突然なんかこう服とかも変わり出すし、服とか頭とかさ、あの山梨のやっぱり山の中のね、結構まあ田舎の高校とかですから、まあそれまで結構芋でした私あの全然ねそういうことを全然知らなかったから、身だしなみとか、あもう動画に映るためにあのやり始めたんですね。一回自分で、まあ、撮ってみたわけですよ、あのコーヒーの動画をまず自分に映してみようと思って、あのヒカキンさんとかマジェットさんみたいに撮ってみたんだよね。でそれデータ見てみたらすーげーダサかったの、びっくりするぐらいダサかったの、なんだこれみたいなこんなのもう世間に出せないみたいな、要はあの自分のは自分単体だけだったらよかったと思うんだけど、別に、僕はコーヒーっていうものが本当にその時大好きになったんですね、もう一瞬で。でこれが本当に大好きだから、あ YouTube もやりたいし、もうこの撮影もしたし、いろいろ燃え始めたわけですよ。でそのコーヒーっていう大切なものを紹介する上で、僕という人間が非常にダサかったわけですね、絵面もこれはコーヒーのネガキャンにしかならねえんじゃねえかってぐらい、でこれはまずいと思って自分を変え出したわけですよ。でまあそんなことがありましてだんだん変わっていきましてですね。で初めて収益発生したの、それからまあさらに半年とか1年とか経ってからかな、うん、でまたその頃になって、もう僕は調理師の専門学校に入ってたかな。その専門学校に入ったっていうのも、当時僕高校の時点では就職しようかなと思ったんですよ。なんかコーヒー系の企業さんとかに、コーヒー問屋さんにねちょっと相談したんですよね、店員さんに。結構あの親身になって聞いてくれる人だったから、店長さんに。でいろいろ話してて、まあコーヒーやりたいのはすごくわかるけど、で楽しいけど、それもいいと思うけど、別にそんな急がなくていいんじゃないかなって。コーヒーの企業に入った人って結構中途が多いし、まあ、別のところからね転職でっていうことで、別に年そこそこ行っても大丈夫だし、それまでにむしろ他のところでいろんな経験した方がいいんじゃないとか、あとはまあ将来的にいつかね、もし、清水くんが、コーヒーで生計を立てていきたいとか、まあ、仕事をしていきたいとか、独立したいとか、まあね、あのお店開きたいとかってなった場合、コーヒー1本だとやっぱりこのご時世、まあ、きついかもしれないよっていうね、まあ本当リアルなところをいろいろ聞きまして、うん、そうか、まあ確かに僕あのコーヒー始めた時点で、要は人生かけてコーヒーやっていきたいと思ったんですよ。別に何だろう、焦ってなかったんですね。YouTube 上げてるからって別にネタで何か買わなきゃとかも思ってなかったし、とにかく僕がコーヒーをひたすら楽しんでいたい、ここは僕本当にピュアなまま、まっすぐなまま持っていたいって意地張ったんですよネタがないから何か買ってくるとかさ、あのそういうことはしたくないと、とにかく純粋なコーヒーへの愛をもう持っておこうと思ったわけですね。でそれをずっとやっていければいいんだから、別にねそんな焦ってコーヒーの仕事つかなくても、結局僕が生きてる限りひたすらコーヒー楽しんでるのはもう間違いないから絶対に、ということで、まあ、確かになと思って、じゃあまあ手に職というかね、あのスキルというか、まあコーヒーに合わせるんだったら何かなって考えた時に、あそうか、じゃあまあやっぱり普通に考えたらお店としたらさ、まあ料理とかケーキじゃない、お菓子とか料理で、どっちかなって僕が考えた時に、まあやっぱお菓子ってあんまり頭の中になかったんですよね。まあじゃあ料理かなって、結構本当に不純というかね、なんかそんなにあのいい動機じゃないんですけど、まあじゃあ料理をしようかなと思って、調理師学校を受けたわけです、まあ、そんな始まりだったんですね。でその中で入って、調理師学校入ってから確かね東海オンエアさんだったかな、あのこれもかなり大きな出会いなんだけど、
哲也さんが、サブチャンネルの方で虫眼鏡さんと一緒にあのカズマックスを見てると、ですごい好きだとおしゃれだということを、ね、言ってくれたんですよ。でそこからまた伸び出したりとか、コラボしたりとかしてね、会いに行ってすごくいい人たちだった。で、ありがたいことにそこからまあ雑誌とか載ったりですとか、いろいろねこう伸び出したりとか、いろんな人とコラボしたりですとかして、その学生時代が終わりで僕は就職をします。はい、で就職で京都に行きます。なんか話長いのごめんね。トピックスまとめたとか言って結局さだらだら喋ってるけどで京都に行きまして、僕調理師になりました。やっぱり調理師学校ですからね、職業調理師ということで、まあ、人の、ちょっと手を使いまして、言うたらまあ結婚式場ですね、婚礼料理を、まあ、結構少人数で作るような調理場にいたわけですよ。そこまで大きな規模じゃないっていうところに入って、3年くらいやってましたね。まあ、部署がいろいろあったりとか、あの新装開店とかいろいろあったりしたんで、たまに婚礼じゃないあの別のすごいなんかね、京都のめっちゃ高級店みたいなところに突然配属されて、ええみたいな、なんか親方と一緒に2人でやるみたいな、 お客さん相手にこう僕がひたすらニコニコ喋りながら、あのお客さんの相手しながらね、カウンターでめっちゃ高いところよお酒継ぐみたいな、あので調理補助するみたいな、すごい面白い経験もしましたねとかいろいろあったり、そこから、また婚礼に戻ったりもしたんだけど、結局まあその会社がちょっと、まあ、お別れすることになりまして、で、そこ一回退職して、今度は京都のちょっとね、今度はね、なんて言ったらいいかな、あんまり言うとバレるからなかなかあの上流階級向けの結構まあ有名なところのサービスに入ったんですよ。今度はサービス、まあ、調理やってる頃から僕ね、あの清水はどう考えても調理というよりはサービス向きだろうとお前のこの感じ絶対サービス向きだろうと、サービスなんで選ばなかったんだって言われたんですよね。あの別にいじめとかそういうんじゃなくて、シンプルになんでって本当にね、ハテナがねあったらしいんですよ。みんなにねよく言われてました。で僕も思ってました、確かにな、うん、あの食材相手にするよりは一人相手にしてた方が楽しかったんですよ、そのお高いところとかでもね。でそんなことがあって、まあ、サービスに移りまして、あのすごく楽しかったっす。いろいろまあ学ぶこともあったしね、京都でしかできない経験もいろいろしたし、で、それが2年くらいありまして、でついこの間ですよ2020年の12月で、まあ、僕退職をいたしまして、まあ、その中でもずっとね、まあ、調理師の頃からやっぱり YouTube 活動はしてまして、でコーヒーも欠かさず絶対に飲んでました。もう毎日絶対に、ここだけは何があってもどんだけ落ち込んでもどんだけ辛くてもどんだけこう追い詰められていてもどんだけお金がなくても絶対にコーヒーだけは手放せないぞっていう、もう確固たる意志を持って、もうねむしろ心の支えというかね、まあ、癒しだねにしてやってたわけですよ。やっぱりコーヒー一杯ね、うちに帰って入れて飲むとちょっとホッとできるし、どんなにねこう心がすさんでいてもちょっと振って自分にこう帰れる時間があったりとかして、本当にやっぱり僕にとってコーヒーっていうものはいいなって、すごくいいなって思ったんですよ。でその中で動画出したりとかして、まあ、ちょっとね当時の動画見返すとさすがにちょっと精神状態やばくて、あの目いっちゃってんなみたいな動画もあったりするんだけどまあいろいろあったわけですよね。でもまあそんな中でもちょこちょこね、やっぱり登録者さんはやっぱり少しずつ伸びていって、あのありがたいことにね、本当にありがとうございます。当時から見てくださってる方は本当にありがとうございます。いろんな視聴者さんとか周りにね支えられながら、まあ、YouTube は続けてまいりまして、でまあ、リアルな話をするとね、給料よりも、まあ、YouTube とか、まあ、いろんなものでトータルで超えられる方が、まあ、増えたわけです、多くなったわけですよ。最初はねそういうつもりで始めたわけじゃなかったから、全く全然意識しなかったんですね、そういうことは。まあコーヒー器具買う足しにできたらいいなぐらいの最初はね、そんな感じだったんですよ。あの得られ出した時もで、コツ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 続けてきて、でやっぱり活動の中でもさ、あんまりこうバズらせようとか、これでこう一発当ててやろうとか、そういうつもりもなかったんですよ。そうすると自分の中のコーヒーがなんかこうね、良くないものになってしまう気がしたんで、やっぱりこのずっと燃やし続けているコーヒーへのこの楽しいっていう純粋な熱をもうそのまま YouTube にしようと、僕の表現方法はこれなんだっていう、もう意識があったから、意地張ってたんですね。
一応貼ってるんですよ今まあそれがもう自然になってるから全然いいんですけどね。であそうごめんちょっと話戻るんだけど、なんで僕はまあ YouTube にしたかってさ、っていうかまあ素人路線にしたかって、まあ、YouTuber の楽しいコーヒーにしたかってちょっとね岐路があったんですね一回、まあその就職じゃないな進学とかを考え始めた頃にどうしようと、 YouTube 始めたばかりの頃、まあ、僕コーヒー、ずっと動画投稿してていろんなご意見があったんですよ当時。まあ YouTube でこう楽しくやるっていう、で素人がいろいろやるっていうのもまだ馴染みのなかった時期だったから、なんかコーヒーの動画を上げてるっていうのを見て、まあ、YouTuber 的に見てくれるで楽しんでいる、あいいなこの子って見てくれる人もいたし、逆にあちょっとお前はあの勉強不足だとでもうちょっと頑張れと、でこんなことを発信してあのこんな不確かな、ね、こととかあの過程とかまだ固まってないものを発信してお前はもうまあいろいろ、まあ、いろいろ言われたわけですよ。でも確かに心のどこかであ確かになって思うところもあったんですよ。まあ納得もできたんですよ。でも YouTube っていうもののなんだろうねこう発信の仕方っていうのも、まあ、今はもう完全にね多分世間に浸透したと思うけど、当時分かられてなかった頃なんとなく自分でも分かってたんですよ。ヒカキンさんとか見てたから、でどうしようかなと、多分どっちかに固めるべきだなと思ったんですよ。で結構いろんな人、周りのねコーヒーの人とかあの店長さんとかさ、いろんなお店の人とかに本職の人に相談したりとか、普通に友達とかに相談したりとかいろいろして、まあ、僕は一回こう活動を休止してしっかり本当にコーヒーの勉強してでがっつり固めて、でいろんなコーヒーの職業とかいろいろスキルとか身につけてでからやるべきなんですかね、違うな、やるべきかでこのままで楽しくやるべきかで悩んでるんですみたいな感じで、でいろんな人に相談して、でもやっぱりね僕にしかできないことってあるんじゃないかって思ったし、そうも言われたんですよ。あのお店の人からもいろんな、うん、カズマ君のやってること面白いと思うよとか、でまあそんなことがいろいろあり、結局まあ最終的に自分でよしじゃあこのまま行こうと決めてやり始めたわけですよ。だからこそ僕は資格、まあ、取らないって前からね、言ってますけれども、コーヒーのインストラクターだったりマイスターだったりね、とりあえず今のスタンスとしてはこうあんまりそういうの取ってしまうと、ここ言葉に何だろうね重みが生まれてしまうというか、変なこう見方というか、その知あの資格自体はすごくいいもんだし、正直持ってる人いいなって思ったりするんだけど俺も受けてえなとか思ったりするんだけど、コーヒーマイスター持っている何級のカズマックスですでこれはこうでねこうでねって言うと、なんかねちょっと違うなと思ったんですよ YouTube 的には。とにかく僕はコーヒーを自由に楽しくでいろんなところから取り入れながらとか、自分の好きに気分に合わせてとかで、特に間違ってることとかないよとか、本当に楽しく自由にやろうっていうスタンスですから、まあ、そこにちょっとね入れるのおかしいかなと思って、まあ、やってないんですよ。でまあまあそんなことがあり、カズマックスが出来上がってきたわけです今日まで。で、まあそもそものカズマックスの名前の由来っていうのもよく聞かれるんですけど、これね学生の頃あのバイト先の、カラオケの先輩にね、マックスマックスって言われだして、マックスって何ですかって言ったら、あのアズマックスって言うだろ、だからカズマックスだよって、ああそうですかちょっとわけのわからん感じで決まったあだ名だったんですよ。でその時にちょうど YouTube のねまだ動画投稿しなかったアカウントを作ってた確かね、だからカズマックスにしたんだったかな、うん、そんな感じだったと思います。で一回ねあの改名もしようかなと思ったんですけど、ちょっとタイミング逃してまあこのね適度にダサいというかまあ今となってはいいと思ってます、このカズマックスという名前になったわけです、うん、いやでも本当にね YouTuber になってからてかカズマックスになってから、こうやって自分の思いをこう発信するように、考えを発信するようになってから、やっぱ人間性明らかに変わったんですよね。それまでは本当にこう自分の中に溜め込むタイプの人間だったというか、まあ、そんなに考えることもそんななかったかなあの結構こう内にってタイプだったんですよ。いい友達はねたくさんいたけれど、まあ、自分から行くことはなく、何を考えてるか正直わからないと、自分でもわからないという人間でございました。だけどこうやって YouTube をやるようになってから、自分でこう喋らなきゃいけないわけだから、喋らないと伝わらないからね
であと自分の頭の中で考えを整理したりだとか、コーヒーってどういうものでどういうものでとか、声のトーンだったりとか取り方だったりとかいろいろ勉強したりとか、あとは人への接し方も変わりましたよね。なんだろう、別に発信しなくていい人だったから、そもそもが子供の頃からすごく、まあ、お前はよく笑う子だねと言われたけど、まあ、成長するにつれそうでもなくなってきたし、自分から笑おうっていう意識はなかったわけですよ。だけど、あ、そうか、これは感情表現の一つなんだと。で、これ顔でこう伝える情報っていうのは確かにあるんだなっていうのは理解してから、あ、確かに、まあ、使えるもんは使おうとで、あとコーヒーを飲んだ時に自然とやっぱりね溢れたんですよ、笑顔がうわうめえみたいな、その感動をもう出さなきゃ損だなと思ったわけですよ。まあ、それが一番だね。自分の中でこううわって湧き出るものがあったから、それをこう恥ずかしいとかなんか照れとかで隠してしまうのもったいないと思ったんですよ。別に何の得もしねえなと思って、だったらね、美味しい楽しいやべえこれって出した方が楽しかったんですよ。ということで、まあそのまま動画に出すようになったんですね。で、そう、あとその当時ちょうど接客業をね始めたっていうことがまあ大きかったかな。カラオケとか、まあ、喫茶店とかで初めてこう自己主張しなきゃいけないんで、まあ、サービスをするっていうことの楽しさをその時知ったわけですね。だからこそ、まあ正直調理師やってる時結構鬱だったけどね人の顔が見てえなみたいな、ちょっと笑顔出したいなみたいなまあ、だけどね、京都で得られるものもたくさんあったし、京都でなきゃね出会いもなかったしね、いろいろ、まあ、おカフェだったりとか、あのアバウトアースだったりとか、まあ、カズマックスブレンドもそこで出会いましたからね、まあ、いろんな紆余曲折があり、僕カズマックス、清水カズマくんは26歳になって今 YouTuber やっております。はい26歳です。私すごい今更ですが基本情報、僕は山梨県出身、山梨県のね里見だったかな、最初は里見から、あちこち若草とかあちこち引っ越して引っ越して結構転々としました。学歴職歴としては高校卒業後専門学校1年生の調理師学校に進学、そして卒業後京都の飲食業に、まあ、就職で、3年やった後に転職で、今度はサービス業に移りまして、で独立という形になります。で、僕がこのチャンネルで本当にやりたいのはやっぱり、コーヒーのことを皆さんに知ってほしい、まだコーヒーの美味しさとか楽しさを知らない人、コーヒーって難しいんでしょうとか、あのちょっと通がやるものなんでしょうとか、あとは慣れとかじゃないと、まあ、美味しくないんじゃないのとかって思ってる人たちに、新規層にコーヒーを始めてほしい、あの手を出してほしいんですよ。そうすればきっと美味しさ分かってもらえるはずだからって僕は信じてるから、そのきっかけになるような動画を出したいし、まあ、それはあくまで主軸として、まあ、始めたきっかけとして、まあ、今後僕は YouTuber カズマックスとして、まあ、独立をいたしまして、今後ずっとねもうカズマックスでいるつもりですから、カズマックスとしてのこうやりたいこと、コーヒーを主軸にしたカズマックスという人間が何をこれからやっていくか、まあ、紅茶も好きだしね、あとは、まあ、部屋作りだったりとか、まあ、どんな風にうちカフェ楽しんでるとか、まあ、今後、まあ、ペットも飼うかもしれないしとか、いろんなカフェに出かけるとか、でそのお店で豆を買ってみたとか、誰かを呼んで、もしくは僕が行ってコーヒーをまあ入れるとか、一緒に楽しむとか、あ、まあ僕という人間、カズマックスという人間がどんな風に、コーヒーを中心として人生を楽しんでいるかっていうものもそのままもうどんどん動画にしていこうかなと思ってるんで、まあ、結構まあ多様化するんじゃないかなとは思うんですけれども、とりあえずまあ一番はやっぱりねコーヒーが好きだという、本当にこの熱を、ね、ずっと持ち続けて、まあ皆さんとね、やっていけたらいいかなと思って、生放送もね、何年、3年とか前から、毎週やってますけれども、これも最初はね、正直僕のトーク力を鍛えるというかっていう思いで始めたんですよね。サブチャンネルもまあそんなようなもんで、サブチャンネル、ツイキャスもやってないけど、あとはメインチャンネルの生放送で、ひたすら喋り続けることによって、コーヒー好きの皆さんとねこう触れ合う機会もすごく多くなりましたし、これはね続けてよかったなと思っている企画なんで、まあ、これからも、生放送やっていきたいと思いますし、まあ、頻度も増やすかもしれないし、まあ、いろんな形をねこれから、考えていきたいと思っております。そのところですかね。自己紹介ってなんだっけただの反省を語った動画みたいな感じになっちゃったけど、うん、なんか抜けないかな。自己紹介をしてくださいって言われた時に、大体答えることって何？長所短所
長所は何でしょう。コーヒーが好きなことです。はい、コーヒーが好きで、ひたすら8時間くらい喋れます。はい。あと何だろう、まあ、YouTube やってる、なんだ、あ、特技はね、コーヒーを美味しそうに飲むこと。これ誰よりもね、もう素直にこう美味しいってこう出せるっていう、こう自信はありますよ。うん、あとは何だろう、短所としては結構理屈屋で、いろいろ考えがちなんだけど、うーんってなりがちなんだけど、まあ、昔はそれがね、結構ネガティブな方向に行ったんですよ。だけど今はね、割とポジティブな方向、まあ、長所に転じてるかなとも思うし、これからどうしていくべきかとか、コーヒーってこういう風に考えて、どういう風にしてどうすれば楽しめるなとか、いろいろプラスな方向に転じれるようになったし、あとは何でしょうね、あ、分かった、短所、一番の短所、興味ないこと、ほんと興味ないのよ。これはどうしようもないんですよ。調理師やってもね、特にちょっとね、いろいろ精神的に追い詰められて病んだことが一回ありまして、その時ね、診察を受けて、あ、君はこういうタイプですねって、多分本当にこう医師に関係なく、すごく真面目で、何かを成し遂げたいとか、ちゃんと責任を果たしたいっていう気持ちはものすごく強いんだけれど、多分思考形態が完全に本当に興味、自分の興味が好きだなっていうものにじゃないと興味を持てない、自分の興味に従って動く人、どれだけ責任感と義務感とで大人になろうということで、仕事とかやらなきゃいけないことをこなそうと思っても、自分の興味が向いているものじゃない限り絶対に君はおかしくなるって。だからなるべく楽しいことを考えましょうとか、そういうことは言われたことありますね。まあ、確かにその通りなんですよね。だから今本当にコーヒーを主軸にして、生きてますけれど、いろいろ、まあ、大変なこともあったりとか、考えなきゃいけないこともあるけど、確かにね、コーヒーに通じていればね、結構楽しいのよ。あとはこれまで嬉しかったこととか。本当に自己紹介だな。まあ、YouTube やっててやっぱ良かったなって思いましたね。 YouTube やってていろんな視聴者さん、まあ、よく言うけどさ、本当に僕はこう思ってて、視聴者さんがね、支えてくれなかったらここまでなかったしってよく言うけどさ、本当にそう思ってんのよ。本当にありがたい、マジで。僕は決してこう何か人よりものすごく秀でてるものがあるとか、そういうタイプの、まあ、優秀な人間ではないんですよ、決して。だけど自分のね、好きになったこのコーヒーっていうものをひたすらね、とにかくまあ好きだって信じて、 YouTube っていうものを信じてやってきて、でいい視聴者さんにこう巡り会えて、でそれを認めてもらえて、でありがたいことに本当にね、この立場にカズマックスとしてこうやらせていただいている、この立場にいさせてもらってるっていうのは本当にありがたいなって、いろんな人に感謝しなきゃいけないし、てか感謝してるし、マジで。本当にありがとうございます、いつも本当に。本当にもう全て皆さんのおかげでございます、本当に。僕はひたすらね、コーヒーが好きで、発信したいって言って動画出してるだけなんで、それを支えてくれてるのはやっぱりね、見てくれてる、で豆買ってくれたり、でもね、いろいろ楽しんでくれてる視聴者さんのおかげだし、これからもね、楽しくできるように、いろいろ、まあこれからも苦難あると思いますが、まあ、頑張っていきたいなと思ってます。はい。そのくらい？いや、まあでも本当にね、僕がこの人生の中で17歳っていう結構まあ若いうちにね、コーヒーっていう素晴らしい趣味に出会えたことは、本当にもう何にも代え難い幸運だったなと思っておりますし、それがなければ今のカズマックスないしね、何になったんだろう本当に僕は。結構まあ医療系のね、家系だから、まあ、そっちに行ってたかもしれないし、もう分かんないな。まあ、でも間違いなく、コーヒーに出会えたことで僕の人生は楽しいものになったし、いい方向に向いて、たくさんのいろんなね、素敵な人に出会えたし、本当に感謝してる、ありがとうね本当に。これまでね、かなりまあニッチなチャンネルですから、コーヒーっていうね、5万人かなり、まあ、長かったよ、うん、YouTubeは他の人いっぱいいますけどね、その人たちと比べたらやっぱり、伸びは遅いですよ。だけどそれだけにね、本当に大切な5万人だと思ってるから、うん、これまで時々何かの動画プチバズったりとか、ちょっと誰かと昔ね、なんかコラボしたりとか、スタートダッシュの時とかはあったけれども、それでもずっとね、コーヒーに対する思いとかは曲げずに、ひたすら意地張って、うん、たまに企業さんと喧嘩しながら、ね、それでも貫き通してやってきた、でその結果ついてきてくれた5万人だから、もう本当これは大事に、でこれからも曲げずに、次はね6万7万8万10 9万10万
再生ボタンもらえるまで頑張ろう。でそれからもね、まあ、ずっとやっていくつもりですよ。まあ、YouTube がね、どこまで続くかわからないけれども、僕はずっとカズマックスとして、何かしらの発信活動をしていきたいとずっと思ってるんで、まあ、年食ってもね、おじさんになってもおじいちゃんになってもね還暦のカズマックスさんになってもね、はいどうも皆さんこんにちはって言えるようにねまあ、プラットフォームが変わっても何かしらの形で常にカズマックスではいようと思ってますので、これからも末永く、カズマックスよろしくお願いいたします。一緒にコーヒーを、ね、まあ、楽しんでねいただけたら幸いでございます。はい、最後の大事なとこで噛むなって話なんだけどはい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、すごく長くなりましたが、カズマックスの今更自己紹介でございました。はい、それではこんなんでよかったんかな、まあ、感想あったらよかったらコメント欄で聞かせてください。本当にいつもありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。あよかったんかなこれ。はい、というわけで終わりかけたんですけれども、すいません、2つほど忘れてましたんでちょっと喋りたいと思います。まず1つ、どうやって僕がコーヒーを勉強したかですね。僕さっき、まあ、本を読んだって言いましたけれども、それ以外に、まあ、動画はなかったんでネット上で軽く調べたりですとか、あとはコーヒー問屋さん、まあ、結構通ってたんでその時に店員さんにいろんな基礎情報を聞いたりですとか、あとはまあそうやっていろいろまとめた情報の中で、本当に正しいのかで自分ができるのかっていうことを、まあ、実際にやりますよね。自分で、自己流で経験を積んで、独学で勉強いたしました。それがまあ1年くらいかな。でそうするとなんかだんだんやっぱ行き詰まってくるんですよ。ということで、まあ、外出なきゃということで、そこから、お店に行き出します。そこからなんですよ。あんまりねコーヒー屋さん行かなかったんですよね、コーヒー店さん以外で。ちょうどたまたまね、僕がコーヒーを始める1年2年くらい前からちょこちょことこう山梨にすごくいいお店ができ始めてたんですよ。すごくタイミングが良かったんですね。で、あちこち行きまして、まあ、寺崎さんでしたり秋人さんでしたり、まあ、A1 コーヒーもその中にありまして、ショーの店ね。で、行ってまた新しいこう情報を得て、で動画での発信もかなり本格化してきたんで、まあ、それに合わせて、視聴者さんからもねいろんな情報をもらったりですとか、あとは基本情報を入れたこと、インプットしたことによってある程度こう、あこれはこうなるだろうなって意識がこう分かるようになったんですね。要は、人参というものはこういうものですとか、包丁というものはこういうものですって、いろんなもの、道具とか要素が分かるようになって、あ、これをこうしたら大体こうなるだろうなってシミュレートもできるようになったし、なんかね、ある程度は考えられるようになったんですよ。料理とかと本当一緒ですね。で、まあそんな感じで、コーヒーを勉強していきまして、で、まあ京都行って新たな出会いあったりだとか、まあちょこちょこいろんなところで新しいインプットはあったけれども、まあ大体そんな感じで、基本的にはまあ独学で、いろんなものをインプットして、で、それを丸呑みにせず、鵜呑みにせず、自分の中で一回揉んで、本当かなっていろいろ試してみたりとかして、自分流に落とし込んでやってます。だから誰かに言われたからとか、この人がこう言ったからとかって、そういうのは絶対なしにしてます。僕は僕のコーヒーを楽しむんだっていう、絶対的なこう、自分っていうもの、自分が楽しむのが一番だからね。っていうのを持ってやってるつもりです。で、普段本当に僕がよく言っているコーヒーっていうものは自由なものだって言葉ありますけれども、これの本当の意味っていうのは、まあ確かに何でもやっていい、自由。まあシンプルな意味なんだけれども、例えばいろんな意見があるわけですよ。やっぱりお店によってだったりとか、人によってこだわりね、いろいろありますし、抽出理論だったりとかいろんな主張ありますよ。だけどそれ全てがまあ正しいわけであって、でも自分にとってこういいかどうか、正しいかどうか、受け入れるべきかどうかっていうのはまた違ってくるわけですよ。でも別にそれは消す一つ一つの情報っていうのは素晴らしいものだから、取り入れるべきものであって消すものじゃないわけですよ。いろいろこれもあるよね、これもあるよねって純粋に取り入れて自分で判断するっていうのが一番楽しいんじゃないかなって思ってます。で、例えばまあ何かしら変な味になっちゃったりとかちょっとこれはなかなかやばいねって時でも、それはまあ別に失敗ではないと思ってるんですよ。まあいい経験と捉えられるんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ極端な例で言うと、例えばそうですね、ペーパードリップをするときにめちゃめちゃ細かく引いてしまいましたと、粉を。で、すごい味が濃くなっちゃったし、
どぎつい感じになってしまったけれども、もしかしたらこれは他の国では受け入れられるかもしれないし、他の時代とかあとは合わせるものによってはその濃いコーヒーの方が逆に良かったとか、そういう新発見もあるかもしれないし、でも本当に時代とかね、地域によって全然受け取り方って変わってくるし、結局ね、何がいい正しいとかって数学じゃないから、間違いとかってないんですよ。本当に自由に捉えていいんじゃないかなって思ってます。好き勝手うわーやれーっていう意味もあるけれども、何かを間違いですってこう決めつけたりするのは、で切り捨てたりするのはなんかもったいないんじゃないかなって思うわけです。っていうのは僕の、コーヒー今まで、勉強してきたり経験してきたり人に聞いたりとかっていうの中での総論ですね。で、なんだっけ、もう一つ忘れたこと、あ、趣味自己紹介で趣味言ってねえんだよ。子供の頃はねあんまりなかったって言いましたけれども、今はコーヒーっていう、一番大きなもので、紅茶もあります、コーヒーの前に軽く紅茶もあったんですよね。熱量としてはこっちの方が多いんですよ、やっぱり。どっちかっていうと先に紅茶って、あ、いいな、美味しいなっていう、要は下地があったから、あ、美味しいんだ、こういう素朴なものだったりとかね、かっこいいっていう面で見てたけど、あ、本当に美味しいんだという経験があったから、もしかしたらコーヒーにスムーズに入れたのかもしれない。だから紅茶も本当に自分にとって大切なものです。だから紅茶、コーヒー、あとはね、結構学生の頃、家庭環境いろいろあったって言いましたけれども、その頃病んでた頃に父親にね、運動しろって言われて、悩んでるじゃん運動しろって言われてマンションだったんだけどね、階段のね上り下りひたすらしてたんですよ。そしたらね、なんか気持ちがスッとしたんで、あ、確かに運動いいかもって本当に思って、そこから、筋トレとかを始めてですね、今すごく筋トレとか、ランニングとか一人でできるタイプの運動が、すごく好きです。その頃からずっとですね、どんな時間がなくても、ね、ずっとやってましたね。ひたすらダンベルとか、一人でシャトルランとかもやってましたからね、外で駐車場とかでそのぐらいね、一人運動結構好きですね。実は寝室にもね結構トレーニング用品があったりするんで、そのうちルームツアーとかでお見せできてればなと思ってるんですけれども、あとは何でしょう、趣味、猫猫と犬大好きです。多分いずれ飼うと思うんですけれども、動物がかなり好き。あとはなんだ、子供の頃はね、読書がすごく好きだったんですけれども、読んでたのがドリトル先生とか、デルトラクエストとか、ナルニア国物語、ハリーポッター、ダレンシャンとかいう、海外のファンタジーものですね。こうスケールの大きいね、こう夢物語みたいなものがすごく好きだったんですよ。こう非現実みたいな感じがね。で、そのハードカバーものとかを常にこう抱えてるようなね、少年だったわけです。読書少年だったんですよ。だから大人になってもずっと読書好きなんだろうなって思ったんですけど、読むものがやっぱ違ったんだよね。普通の小説とかも結構チャレンジしてみたんだけど、やっぱなんか違って、やっぱ非現実のファンタジーが好きだったんだなってすごい気づいたんで、今どっちかっていうとね、よくナロー系が今流行ってますけど、ちょっとね、いろいろアニメらで大失敗してるものがあったりするけど、あ、特に無色転生とか、本当に王道な感じ、とりあえずね、魔法とかで夢見たいのよだからエロ系とかそういうんじゃないで、活躍したい、そういうんじゃない、とにかくこうスケールの大きい世界観みたいなのがすごく好きなんで、もしよかったらそういう系の小説とか知ってる方いたら教えてください現実にね、こう存在しないようなものを文面から想像して、こう夢膨らませるみたいな、イメージ力を鍛えるみたいな、そういうのがすごく好きだったんですね。ドリトル先生すごく良かったですね。動物が喋るとかさ、月に行くとかさ、ドリトル先生動物と喋るとかさ、こう身振り手振りでみたいな、そういうのがねすごく好きだったかな。あと最近はそこまでじゃないけど、服あさりとか、最初は全然服とか全然興味なかったんですけどね、僕基本 ZOZO タウンとかで物買うんですよ。なんでかってサイズがないから僕身長160、今何センチ、なんか 4,5 センチぐらいなんですよ。結構ちっちゃいので、常に服買うときって S サイズか SS サイズなんですよ。あ、XS か。だからね、店頭に行くと結構ないんですよね。時々 S あるけど、基本 M とか L とかちょっとね厳しいので、っていうことで、通販見るようになって、そうすると常に在庫あるからさ。で、あと今って ZOZO タウン本当に見やすくなってるし、昔ほどね、なんかこう通販への抵抗って今世間的に薄れてるんじゃないかなと思います。結構通販で買ってる人多いですよね。いいよね通販ね学生の頃からずっとそんな感じでね、その辺をこう見あさるのは、カチカチやるの好きだったりしますね。あとは趣味って言えるのかわからないけど、ランニングもこの延長線上にいるんだけどね、結構景色見るのが好きで、本当に無趣味だった頃、特に中学とかかな、毎週
必ずねママチャリに乗って、あのマウンテンバイクとか上等なもんじゃないです、本当ただのママチャリで、すごいアップダウンの激しい山道、山梨の山道をね、本当にど田舎なんです、すごいのよ、をひたすらもう漕いで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 、あの風とねこう自然をねなんか感じたかったのよ、すごく気持ちよかったのよ、で運動するのも良かったし、空気きれいだしね、山きれいだしね、なんかすごくねホッとできたんだよね、その何も考えずに安らげるというか、そんな山梨が本当に大好きなので、まあ、帰ってこれると本当ホッとしてるんですけどね。で今でもこうランニングとかで全く全然知らない道とかをあのひたすらねこう開拓したりとか、特に何もあの子供の頃から目的地も設定せずに、とにかく走ること、自然を感じるっていうことがまあ好きかな。だそのうちねキャンプとかも行きたいと思ってるんですよ。せっかくゆるキャンの聖地にいるんで、まあ、キャンプ場いっぱいあるんで、まあ、林間キャンプ場、林海キャンプ場はねえけど、まあいろいろいい景色見られるかなと思うので、まあ、せっかくね車もありますから、いろいろ見に行きたいと思っております。でそこでねコーヒーができるわけですよ。本当にいい趣味持ったよねあとはまあ普通に漫画とかアニメとかかな、子供の頃から、ね、結構な作品数見てますよ。もう結構ジャンル問わず、でも少年漫画も少女漫画も、まあ、ドラゴンボールから始まりね、まあ、春日だったりとか、夏目友人帳とかさ、ハガレンとか、もう王道系はもうほぼほぼ見てますし、結構詳しいですよ、うん、結構その辺好きですね。まあ何か面白いのあったら教えてください。はい、というわけでまあそんなところですかね、まあ、趣味としてはそんなないよね他にね。まあ、あとはそのうちね、まあ、結局コーヒーなんだけど、コーヒーカップの集める収集するのもまあしてみたいかなとも思ったりしてるし、であとさっき話したキャンプもね、しっかり入っていけたらいいかななんて思ってます。はい、というわけで、以上ありがとうございました打足編でございました。じゃあね。